藤友愛です今回のお題はこちら復活オデッセイです4月7日ホンダ技研工業は2021年の年末に販売を終了していたオデッセイを今年の冬販売を再開すると発表しましたホンダを代表するミニバンオデッセイを一足早くご紹介したいと思います 1994年に初代がデビューし一世を風靡した3列シートのミニバンホンダオデッセー世の中のトレンドの変化によって販売台数も減少し2021年の年末に日本での生産を終了それに伴い国内での販売も終えていましたま初代オデッセーって乗用車ベースの3列シートミニバンの草分けとしてその後の車にも、ね、大きな影響を与えたんでもうなくなってるっていうのはねちょっとショックでしたね。 2年近いブランクを経て復活することになるオデッセイ今回のモデルはフルモデルチェンジした新型ではなくこれまで売っていたモデルを改良しての再販となります再販となる5代目モデル今回の再登場で本革シートが標準装備になるほか先進の安全運転支援システムに近距離衝突軽減ブレーキや急アクセル制御機能などが追加されたり 車載通信モジュールのホンダコネクトが搭載されたりと、数多くの新装備とともに満を持しての日本市場復活となるようです。うんうん、まあ、かなり内容的にはね、充実してきたなと思うんですけれども、まあ、そもそもオデッセイが日本からいなくなってしまったっていうのはね、狭山工場で作っていたのが埼山工場を閉じたじゃないですか。はい、で、それも大きな関係があったんですけれども、今回はまあ、中国のね、工場で作ったのを日本に入れるということなんですね。ただ、やっぱりホンダの国内のラインナップを見てみると。 NSX レジェンドアコード CRV、まあ、ちょっと前までジ j イド、はい、どんどんなくすじゃないですかで僕はあのやっぱりねあのやっぱ柱になるようなモデルはなくしちゃだめだと思っててこのオデッセイもやっぱね継続することこれがね重要だと思うんでここはちょっとホンダ反省した方がいいなとだって自分が オデッセイのオーナーだったらそれ販売中止ですよって言われたらちょっと寂しいじゃないですかそうですよね、うん、やっぱりファンの心理的なところをうまく捉えたラインナップの拡充、うん、結構大事だと思うので、うん、まあそこは今後も期待していきたいところですねはい。以上藤友愛でした旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが車で行こうです TVK では毎週日曜夜10時再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中ですまた番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください「エンジンフォーライフ」